はい、こんにちは。はい、こんにちは。今ね、稚内駅にいます。16時55分なんですけども、今日これからね、宿泊施設に行くんですが、大体ね、この稚内というとホテルというと駅前のこの道民インカこの元の ANA ね、サフィールホテル、どちらかかなと思うんですけど、稚内基本的にホテル高いんですよ。閑散期はね、安いんですけど、5月、6月、7月、8月になるとね、繁忙期になるんで、ホテルめちゃくちゃ高いんですよね。で、ちなみにね、この道民インも自分が調べた時に1万4000円くらいしたりとかね、サフィールホテル1万6000円とかしたんですよね。で、高いので、なんとかね、安いホテルないかなっていうことで探してみたんですけど、ありませんでした。ちょっとね、南稚内の方に行くとね、割とね、お値打ちのホテルがあったんですけど、ちょっとこの辺で泊まりたいなということで、いろいろね、調べた結果ね、ゲストハウスっていうのがありました。でね、今回泊まるのは、稚内のね、ゲストハウスモシリパというところです。実際のこのモシリパのゲストハウスなんですけど、以前ね、ユースホステルだったんですよね。で、このモシリパなんですけども、実は1988年、昭和63年の3月、なので、青函トンネルが開業した年の3月にね、実はね、モシリパユースホステル泊まったことあるんですよ。で、それからね、89年、90年ってね、ユースホステルの時代ね、モシリパ何回か泊まったことあるんですよね。ゲストハウスになった2019年からはね、泊まったことないので、今回は、相部屋なんですよ。なんと私が相部屋。はい。で、2019年にモシリパゲストハウスということで、できた以来なんですけども、今回なので、そこに泊まるのは30、ユースホステル時代のことを含めると、34年ぶりくらい。に泊まるので、ある意味楽しみというかね、緊張するというかね、ドキドキするんですね。自分が中学高校生の頃はね、相部屋ドミトリーでもよかったんですけど、大人になるとね、どうしてもね、そういう相部屋とかで泊まらないじゃないですか。なんでちょっとね、どんな感じかなとは思ってはいるんですけど、はい、ありました、ここですね。いや、こんな建物じゃなかったんですけどね、こんな感じです。いや、懐かしいなっていうか、昔はね、建物黒色だったんですけども、今ね、白くて、手前に建物があったんですけども、今はね、こんな感じなんですね。早速ね、チェックインに向かおうと思います。はい、入ってきました。2段ベッドが3つあって6人定員の部屋ですね。今回は6番ということなんで、ここの下段ベッドです。あ、よかった、下段で。上だったらちょっとね、しんどかったんだろうなと思うんだけどね。はい、部屋はね、こんな感じのドミトリーになるんで、全然問題ないでしょ。コンセントとかもあるので快適に過ごせそうです。充電関係は問題なさそうですね。部屋は冷房はないんですけども、こうやって扇風機がありますね。で、外は20窓ですね、やっぱり北海道は。外こっちですね、こんな感じでドーミーインが見えますね。こんな感じになってます。貴重品のロッカーもあって、貸し出しの毛布、あと枕なんかもありますね。こちらがトイレと洗面所、奥にはシャワーがあります。トイレもあります。トイレは、ウォシュレット機能の、綺麗なトイレです。シャワーがあります。はい、こちらシャワーですね。以上があって、シャワーがあって、男女兼用シャワーが奥にあります。シャワーにはこういったボディーソープなどもあります。あとシャンプーリンスもありますね。
さあ今の時間が17時35分なんですけども、17時41分発のバスに乗って稚内温泉ドームに行こうかなと思います。おしりぱのねゲストハウスなんですけども、1990年の3月に泊まった頃のね自分のね寄せ書きみたいなのを発見しちゃって、1990年3月27日って書いてあったんで、高校2年から高校3年になる年ですね。自分がね1972年の11月生まれなんでね、その頃ね自分がここのねユースホステル時代にね泊まった時のねイベントに参加した時のね寄せ書きを発見しちゃって、さあここ稚内駅です。ここのバスあそこかな、何番乗り場かちょっと分かんないんですけど、なんか2番乗り場に人がいるんでそこかなと思います。温泉に行こうと思ったんですけど、ドームっていうのがあって、まあ全然いいんですけど、ね、帰りがね2時間くらいバス待つんですよね。でなんかないかなと思ったら、ね、意外と稚内南稚内の駅近くにねなんか港の湯っていうのがあって、ここだったらね正直ね歩いて帰れるんですよ。ゲストハウスもしりぱまで、でこっちにしようと思ってバスずっと乗っててほぼほぼ一周してきたみたいな、710円かかったんですけども、まあ初めからここにしとけばもしりばから歩いてきたのになんか無駄な710円を払ったんですけども、まあまあノシャップ岬見れたし、サンセットロードって言って綺麗な日の入りも見れたんで、まあ観光代かなみたいな、観光バス乗ったかなみたいな、そんな感じで前向きに捉えるとしましょう。ここにねセコマがあるんで、帰りお風呂入った後にここでちょっと買い物していこうかなと思います。ここがね宗谷本線ですね。左がね稚内で、右が稚内、南稚内の駅ですね。向こうになんかね見えますか、スーパーがあるんです。卸スーパーって言うんですけど、ちょっと時間があればねそこも行ってみようかなと思います。寒くなってくるんだなと思います。ここだよ、初めからここにすればよかったんだよ。稚内道の駅、に併設しているやむ稚内温泉港の湯、こちらですね。はい、ここに今から入っていこうと思います。稚内福港市場、福港市場、稚内海の駅で、ここの2階にね港の湯があるそうです。早速入りましょう。なんかここでいいのかな、なんかお風呂屋さんって感じがしないんですけど、いいの。FM 稚内ワッピーとか言っていましたね。お風呂入ってきました。いやめちゃくちゃいい湯でしたね。露天風呂もあって、ちょうどね船が入ってくる時で汽笛も聞こえたりとかしてて、いや680円だったかな、めちゃくちゃ安いですよね。で食事もできるようです。はい、出てきました。もう時間が7時過ぎてまして、外はすっかり暗いんですが、
さっきまでね雲なかったんだけども、雲がどんどん出てきててね、ちょっとオーロラ見えるかどうか微妙なところではあるんですが、ちょっとねセコマ寄ろうかなと思ったんですけど、すぐ目の前ってわけではないんですが、ローソンがあるんですよね。で去年の8月かなんかに稚内にローソンができるってことで、結構ね最北の地にローソンができるので結構ねニュースとかでもやってたんですけど、そのローソンに寄ってこうと思います。セコマはね北海道はねいっぱいあるんでね、せっかくだから最北のローソン行こうと思います。はい、ローソン着きました。なんかね Google マップで見ると稚内市内ね3つローソンがあるんですけども、ここのローソンがね一番ね北にあったような感じだったんで、おそらくねここが日本最北のローソンだと思います。早速買い物していきましょう。最北端のローソンでね買い物してね、これからねゲストハウスもシリパに戻りましょう。いや今ね7時くらいなんですけど、どうかね今空見た感じねオーロラは見えないんですけども、どうなんでしょうね。ちょうど歩いていたら宗谷本線の列車がキハ54っぽいですね。それがちょうど稚内駅に到着するところですね。1両編成、タイミングよく稚内駅に到着するところに出くわしました。ただでさえね稚内駅、列車本数めちゃくちゃ少なくなったんですけども、運よく昔はねこの時間からもっと遅い時間かな、夜の10時くらいからね、札幌行きの夜行列車急行利尻っていうのがあったんですよ。これがなくなっちゃったね。もう昼間しか、昼間遅くてもね夕方6時前の特急宗谷で、札幌に着くのが夜の23時前、これでね、帰るのが最後になっております。はい、なんとなく歩いてたら稚内駅まで着いちゃいました。ここのセコマでちょっとなんか買ってきますか。さっき最北のローソンで買ったんですけど、なんかちょっとコンビニ寄りますかね。はい、ではねもうシリパに戻ってきました。夜ご飯食べますか。鉄塩中川で買ったステーキソーセージ丼とラーメンかな、それにしましょう。
内とむし、はい、むしりぱチェックアウトしました。これからね、稚内に向かい、の駅に向かいます。今の時間が8時20分なんですけども、いやー、34年ぶりに帰ってきたむしりぱ。まあ、34年後だとね、自分が85歳になってるんで、まあもういないかなっていうところなんですけど、またね、近々稚内来るのがあったら泊まってみたいと思います。いやね、一昨日昨日とね、全然寝れなかったんですけど、あの、どんぐらいだったんですけどね、6時間7時間から結構爆睡してしまいまして、これからちょっと息いきます。はい、というわけでね、モシリパーゲストハウス、ゲストハウスモシリパをチェックアウトしました。いやー、あの、なんかね、高校生の頃の自分のね、寄せ書きがあったりとね、ちょっと懐かしい思いをしました。これね、あの、大人になるとね、当時昔郵送ホテルで相部屋だったんですけど、大人になるとね、どうしてもあのホテルに泊まっちゃうじゃないですか。だけどね、あの、ちょっと勇気を出してね、久しぶりに、まあ、高校生だった、少年だった自分が今51歳のおじさんになってしまって、まあ泊まるのに最初勇気がいったんですけど、泊まってよかったと思います。ぜひね、皆さんも昔泊まったところがあって、何十年ぶりかに、訪れるのもいいかもしれません。これからね、稚内駅に向かいます。今回の動画はここまでです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。